マコトです。前回スタジオ練習しててドッキリされたんで全然練習できなくて、で次はちゃんと練習したいって言ってたんですけど、見てくださいこの男、ギターしょってんすよね。スティック持ってきてない？持ってきてないですね。今日はギターを教えてほしくて来ました。ああ、いいんじゃない、全然いいけど。マジっすか？ちょっと俺いつライブできんのかな。マジで全然練習できてんねんけど、まあ次やりましょう。バンド練習はちゃんと。そうやな。まあギターの気分です。ギターの気分で。はい、でまあとりあえずじゃあスタジオ行って、はい、まあちょっとまた改めて考えようか。行きましょう。じゃあそんな感じで、はい、行きましょう。孫さんは、いつからギター始めたんですか？ギター俺10遅いで結構18かな。高校。なんかいとこにアコースティックギターをもらって、はいはい、ボロボロの、はいはい、でそっからハマって多分あの 3B ラボってわかる？ジュークっていうアーティストがいて、それが解散して、はいはい、ロックバンド組んで、はいはい、でそれが好き でそれを弾きたいって思って始めたのが最初かな。ちょっと人やばいな。孫さんは今、まあ、多分 YouTube がメインでやってるじゃないですか。何してるんですか？いやでもメイン俺 YouTube じゃないねんな。あ、そうなんですか。その、まあ、ブログになるんかな。あ、なんかブログやってますよね。分泌業になるんかな。分泌業、かっこいい。じゃ一日のルーティーンを言うと、はいはいはい、朝起きて、はいはい、まあ、まずコンビニにコーヒー買いに行きます。はいはい、で帰ってきてブログのネタ考えます。はいはい、でブログ書きます。はい、まあ、それ大体3時間から5時間ぐらい。でそれ終わったら YouTube のネタ考えて、はいはい、で撮影編集、はいはい、ネタによってカバーとかやったらその曲を練習して撮影みたいな。練習時間が結構かかるから、はい、で、まあ、コンテンツとか音楽メインやからさ、はいはい、作曲もいるわけやん、 DTM 使ってそうっすねっていう時間がほとんど で YouTube 終わったら、まあ、ご飯買いに行ってご飯食べて、でそこでゆっくりして、もうでもそれの繰り返しをずっと、ほんでそれお風呂出て、はいはい、まあ、ちょっと、まあ、ギター弾いたり、はいはい、まあ、作曲してる途中やったらその作業を進めたりとかの永遠ルーティーンみたいな。じゃああれですね、意外に忙しいんですね。暇よ。だから暇なんだ。暇よ。何も予定がないだけ。あ、予定。確かに孫さん誘いがないだけ、ね、なんか連絡すぐ返ってきますもんね。あ、そうそうそう、まあ、それはフリーランスのいいとこやな。おお、かっこいい。まあそういうスケジュールは合わせれるけど、そもそもスケジュールが入ってこないっていうね。到着しましたね、ミュージックマン。到着しましたね。え、はい、ちなみにどれぐらい弾けんの、ギター。現状ほぼ無です。無。チューニングはできる？チューニングから教えてほしいです。アンプ分からんか、マーシャル。このスタジオ、ね、そう、スタジオのこのでかいの使ったことないんで。そう、これ先もう多分温まってんねや。あ、なんかシールドって持ってるか。俺も使った。あ、シールド持ってきましたよ。インプットに挿して、はいはいはい、インプットに挿して、はい、メモリを全部ゼロにします。メモリをゼロにします。はいはいはい。でギターのジャックに挿します。はい、逆かな、ほんまは。で適当。あ、じゃあこれで音は出ましたね。うん、ちょっとクリーンにしといた、やっぱり。あ、歪ませるとそのこう弾いた時に気持ち悪い、これ。ちょっとチューニングするわ。インテリアチューニングなんで僕の。そうあ、ごめん。何してました今。すごいですね、なんかチューニングも僕結構時間かかるんですよ、なんか家でやってると。あ、そう、慣れですかこれ。やっぱでもチューナー使ったらそんな大差ないんちゃうかな。あ、まだ違うとこ回してる俺。すごい。あ、いいんじゃないですか。いいですか。じゃあこの基本的なやつやります？あ、やりましょう。初歩的なやつ。あ、緊張すんな。一回ヒロキ弾いてみてくれ。
どれぐらいのレベルなのか。弾いてって出ると思う。 C コード、あ、C コードわかります。あの I love you でやります。 I love you。 合ってます合ってます。なるほど。 C 行けるなら、はい、多分普通 F 行って G 行くねんけど、すげえ、結構難しいね。すげえ忙しそうですよね、手がなんか。C で始めちゃうと、はいはいはい、この初心者キラーの F が入ってくるから。出た F。F いける ？F 多分いけるかもしれない。あ、マジで？嘘です、すいません。これ一応その C、F、G っていうこれコード進行の、はい、なんていうの、一番原型やね。へえ。世の中の曲ってこれを全てアレンジしてああいう複雑な曲になってる。え、そうなんですか？全部シンプルにしたら。え、すごい。C、F。へえ。になんねや。え、これをキーが C やと F が絡んでくるから、はいはい、キーを G にすんねん。はい。G にすると、G、C、D でいけんねん。はいはい。145。難しいな。すみません、あの正直はもうものが難しくてよく分かんってはないし、まあ、コード進行っていうのがあって、はいはい、C で始めちゃうと F にぶち当たりますよと。絶対、まあ、とりあえず F がなんか壁なんですね。そう、壁なんだ。ほんで G で始めると、まあその簡単なコードだけしか出てこないよっていう。なるほど。なんか1曲弾けた気になるやん。あ、そうですね、はいはい。おー、すごい。何か弾いてよって言われた時に、そうそう、それかっこいい、ウェイみたいな。あ、まあ、今顔入りましたよね。これ C やとこれ F が入る。あ、そういうことか。 F 回避するために、なるほどなるほど、キーを変えるみたいな。へえ。っていうのがおすすめやね。ちょっと分かった気がしました今。一回これ G でやってみる。 G G C D。いや、むずっ。今日はここまで。むずっ。ちょっとさ、G 弾いてみて。G。G。あ、そうそうそう。あ、いけるやん。弾いて。あ、なるほど。おー。で、次、C、C。C。あ、これか。おー、D、D、D。できてます？できてる、できてる。D。D って簡単っしょ。あ、あ、これか。あ、惜しい。あ、そう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 。これ、上は鳴らさないって言ってました、ね。あ、ここ2つはミュートやけど、結構難しいな。え、これチート使わせてください、チート。全部な、全部並ぶ。あ、そっか。あ、まあまあまあ、うん。聞いてる聞いてる。合ってます。そう、それをつなげると、もう曲として成り立つんだよ。え、この3つだけですか？そうそうそう。いけますね。もうコード進行として成立するから。え、こ、右手はジャカジャカですか、とりあえず。あ、1個ずつ弾いてみたら、最初は。じゃーん、じゃーん。あ、いいね。いいね、いいね、いいね。いいですか？いいね、いいね。いいね。でもう一回戻る。うん。あ、いいね、いいね。あ、いいじゃん。あ、なんだ。じゃあ、こうか。いいよ、いいよ、いいよ。いいよ、いいよ。いいよ、いいよ、楽しくなってきてる。いいよ。いいよ、弾けてる感じするやろ。いけたね。いや、え、あれで大丈夫でした。全然全然全然。え、だからちょっと俺のハートビートって曲弾いてみる。だ、めっちゃ簡単やね。あ、曲やりたいです。曲の方がやっぱ。ドロップ D にして、ドロップ D にすると、こう。あ、先生、はいはいはい、まずドロップ D って何なんですか。すみませんでした。あの一番下が E なわけ。これを D に下げ、はい、一応下げんねや。あ、え。低い音にもっと、ね、もっと低くする。下に下げる。へえ。おお、下がった。来た。E から1音下げて D に下げますと。おお。そうすると、これでコードやね。え？下3つ弾いたらパワーコード。え、すごい。あ、すごい。で、ハートビートのイントロが。はい。あ、本当だ。やから、はいはい、リズム感だけよ。ドラマやからさ、でも全然簡単やと思うね。任せてください。それは任せてください。お、すげえ。おお。やってみる？あ、ちょっとやってみていいですか？え、これ。なんでしょう。ダダ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 
当たってます、当てる当てる、あ、うんうんって、そ軽く触れるだけで大丈夫。え、これあの、孫さん見たら音にしたいですよ、あの、なんか。あ、歪ませる、ま、確かに歪ませた方がいいかもな。歪ませた方がなんか。チャンネルを切り替えて、で、ボリューム、ゲインを上げます。はい。はい、鳴らしてみて。ブーが強調されてんだよ。この辺でな、やったら、あ、こっち、そう、ここら辺握ったかなと。なるほど、なるほど。なりますけど。なりますけど。あ、じゃあドラム、一回ちょっとイントロだけ合わせてみる。俺ドラム叩いてさ、あ、スティックないんか。あ、ありますよ。あ、あんの、うん、あるん。やっぱ、あるんかい。スティックあるんかい。ちゃんと持ってきてますよ、スティック。あざっす、持ってきてるやんね。そう見たやん、今日も。いやいや、そんな、ドラマー魂はね、捨ててないでしょ。いや、次はマジで練習しような。ま、孫さん、なんか前の動画でドラム、電子ドラム叩いてましたよね。あ、ちょっといけるよ。え、いけるですか？ちょっとやってみて。いきまーす。はい。はい、じゃあ今日もありがとうございました。ます、ちょっとまた練習ができませんでしたが、いやー、まさかスティック持ってきてるとはな。あ、てかそのその巻き方と教えてください、その8。あ、シールドの、シールド、なんかいつもぐるんぐるんなるんですよね、なんかこれでも、え、どうやろう、なんか俺は癖的に、はい、こうし、ケーブルってさ、癖ついてるやん、巻きの。あ、ね、あっち行ったりこっち行ったりしますよね。そうそうそう、なんかこう、いや、むずい、こう右にひねりながらこう持っていくやん、で次左にひねりながら持っていくやん。ひねるってどういうことなんですか、そのか、これを、あ、指をチロ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 か、で右にひねりながら重ねます、はいはい、で次左にひねりながら重ねます、はいはいはい、で次右、え、むずい、左みたいな。あ、それを早くやってんすか。そうそうそう、ほんじゃこの巻き癖が一緒になるから、へー、そんなことならんですね。